私はパット数で一番になりたいです。理由はもともとショートゲームがすごい好きだったんですけど、ちょっとここ 2,3 年はあまりいい成績じゃないので、今年はパッティングいい成績残せるように頑張りたいなと思います。ちなみに今年そのパッティングを努力するためにやってきたことだって、オフに取り組んできたことって何ですか？そうですね、オフは結構たくさんパッティングも練習したんですけど、まあ、ストロークをちょっと変えたり、あとタイミングとかリズムとかの調整をしてきました。そうです。